こんにちは、鈴川彩子です。ひとちです。本日はこちら、オリジナルのバスボムが作れるバスボムラボで遊んでみたいと思います。バスボムってね、あのおしゃれなね雑貨屋さんとかね、あの石鹸屋さんで売ってるんですけど、まあ、入浴剤ですね。なんと自分でとてもおしゃれなのが作れちゃうよっていう、3歳でも、そう、3歳でも作れちゃうよっていうおもちゃでございます。一応ね、まあ、対象年齢15歳以上とありますけど、まあ、早速ね開けてみましょう。あれは、うん、いっぱいね材料もね用意しましたけど、あれご飯、ほらなんか不思議な、なんかよくほらアイスクリームとか作るね、アイスクリームメーカーみたいなありますけど、これでバスボムが作れちゃいます。まあ、今回ね我々が用意したものはこんな感じになっております。まあ基本的にはね、あの重曹とかね、月ミルクなんていうのはお家にねある方も多いかもしれないですけど、このクエン酸はねちょっとね、これあのお掃除用じゃなくて、この食品添加物ね、食品添加物としてのクエン酸を使ってくださいっていう風に説明書にね書いてあったので、そこはねちょっと皆さん注意して、薬局とかでね売ってます。重曹を、この大きいスプーン2杯と小さい方2分の1杯入れます。まず大きい方1杯すりきりです。はい、これ2杯目です。で小さい方の2分の1杯ってちょっと難しいね。うん、次何番、クエン酸をスプーン小を4杯分入れます。クエン酸を1、2、3、はい、4、コアパウダーはよいしょ、スプーン小の2分の1杯なので、はい、入れます。そして本体の内側に材料をぶつけるように縦に60回振り材料を混ぜます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、ぶつけるようにね、結構力強く、はい、これで OK です。そして水を加える、あ、お水はこのスプレーボトルにお水を入れておくんですね。1、2、はい、素早く素早く素早く100回振りまーす。よいしょよいしょ、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、内側についた材料を指で綺麗に落とします。だって、これね、よいしょよいしょ、うん、はい、じゃあもう一回お水を2回プッシュします。はい、1、2、はい、素早く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 、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、100。今2回目ですけど、まだ全然サラサラしてるよ。1、2、はい、素早く素早く、1、2、3、4、5、6、おー、危ない危ない、と、もうちょっと、さ、こんなもんかな。このここがカップなんですね。成形カップ、形を作るためのカップ、ここに材料がついてないかをよく見てください。ついてる場合はよく落としてください。一旦ね、これ中におもちゃを入れたいので、このスプーン台取り出しておきます。山盛りかな、これ、これ入れるんだっけ、どれ入れるんだっけ、それ、これ入れるの、これ入るのかな、こんな感じ、こんな感じでいける？抜いた分を重ねます。はい、よく返しボタン押しながらプレス鉢のこれですね、下げます。よいしょ、カチッとロックがかかるまで下げてください。あ、かかった、かかりました。はい、もう押せなくなってます、このロックボタンが。このまんまの状態で10分から30分間置き成形します。え、置くだけでいい。さあ今ですね、成形して、このロックねかかった状態で、まあ、大体20分ぐらいですかね、10分から30分大きいと書いてあるので、大体20分ぐらいも経ちました。
で、一回じゃあちょっとバスボムを取り出してみましょう。よいしょ。緊張。あれ、ちょっとやばいぞ。ちょっと今やばかったぞ。半分になっちゃった。中何も入れなければよかった。ほら、大きかったでーす。中に入れたのが。勝手に自分で入れた中のおもちゃが大きすぎたので、もう一回同じものを今度は中におもちゃ入れないで、ね、この本当にあの、レシピ通りにちゃんと作ってみたいと思います。ね。いつもやる？あー、1。100。こんな怖いね。ぶつかりそう。そしてここでさっき忘れてたカラーシュガーをのせます。ハート、ハート、よいしょ。赤いのポタッと、白いハートもあるよ。白いハートどれ？これ、よいしょ。さあ、ということでね、ちょっとね、我が家は加湿器つけてたりするので、一応これ書いてある10分から30分以上ちょっとね、置いてみました。さあ、今度はリベンジなるか。オープン。おお、おお、できてる、できてる、くっついてるよ。おお、あー、すごーい。取れた。さらにこの乾燥スタンドに置いて1時間程度乾燥させますと。こっちは？これは失敗したやつだけど、すごーい、かわいい。2個目はちゃんと成功しました。しかもこの上にね、かわいいデコレーションもできました。ね、丸だね。じゃあもう1個作ってみよう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。黄色は？黄色もやるよ。赤は？赤もやるよ。緑、黄色、赤だね。さあ、ちょっとね、長めに、一回ね、実は途中で開けてみたら半分に割れちゃったので、時間を長めに取ってみました。さあ、次は。おぉ、できてる？できてますよ。取れますか？よいしょ。おぉ、出来上がり。出来上がり。完成。完成です。まあ、もう随分乾燥できてるので。大丈夫でしょう。じゃあ早速ですね、この作ったバスボムを、お風呂にね、入れてみたいと思います。ココアの方ね、チョコレートの方をお風呂にドボンしよう。チーくんやってくれる？いいよ、持って。あ、お風呂にトポン、いけ。おお、おお、発泡してる。おお、あ、お砂糖の、お砂糖のハートが溶け出した。ほんとに？お、すごいよ。市販のやつみたい。こっちバケツに？うん、こっちもう一個の方はバケツに入れようか。ね、おー、すごい。お砂糖もね、そのうち溶けますね。はい、じゃあもう一個の方も入れてください。どうも。おー、うわ、これすごいピンクになりますね。あら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 。こっちお風呂に入れればよかったね。すごい泡だ。わわわわわわわ。泡がすごい。ちょっとバケツじゃ入りきんなかったね。ちょっとびっくりしてるじゃん、チック。もっこもこだ。すごいね。ねえ、箱仕合みたい？ん？箱仕合みたい？何みたいって？あ、かき氷？まあ、こうね、材料を入れて、振って、楽しくね、オリジナルのバスボムが作れちゃう。バスボムラボ。そうね、お風呂にね、入れたりもいいし、プレゼントとかにもいいですね。たま。そうそうそう。で、まあ、レシピもね、ちゃんとついてますから、初めてでも、ちゃんとね、レシピ通りにやれば、作れちゃうし、まあ、オリジナリティ出してもいいし、ね、とてもね、素敵なものが作れますので、ぜひぜひ皆様、これからの季節、ね、あったかいお風呂で使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、オリジナルのバスボムが作れるバスボムラボでした。ありがとうございます。シャカ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 。すごい。